今井優太郎は、新潟県長岡市出身の元プロ野球選手、野球解説者、タレント。史上14人目で、昭和最後、また、現在唯一の指名打者制度での完全試合達成者。中越高校から新潟鉄道管理局を経て、1970年のドラフト2位で阪急ブレーブスに入団。新潟鉄道管理局時代は、野球部といっても、 特別扱いはされず、他の職員と同じように勤務し、今井の仕事は操車上で貨車の連結を行う係であった。今井によると、日本産業対抗野球大会の鉄道大会で、たまたま高騰したため、スカウトの目に留まったのだという。のみの心臓と呼ばれるほど気が弱く、また極度の上がり症であったため、2軍では高騰するものの1軍ではなかなか結果が出せず、 プロ入りから5年間で2勝しか上げられなかった。初先発した1972年5月18日の対南海戦では2回の西万塁からトリプルスチールを決められる経験もしている。しかし、1974年から投手コーチに就任していた梶本隆トがその無類の酒好きに目をつけ、1978年5月4日、大阪スタジアムでの南海戦で、 紙コップ入りのビールを飲ませてからマウンドに上げたところ、それまでとは別人のような口頭を見せた。今井は2019年の新井博正との対談で、元は監督の上田理事が、コーチ会議で飲むと陽気になって、伸び伸びしている。試合前に一杯飲ませてみたらどうやと話して、行われたと述べている。高橋康之、伝説のプロ野球選手に会いに行くに収録のインタビューによると、 最初の一回は梶本から、どうせこれが最後やから飲めと言われて飲まされた。その後も本人が希望して飲んでいたわけではなく、酒を飲んだ後の結果が良かったのでコーチ、監督に無理やり飲まされており、数回のことだった。また、酒を飲んでプレイするのは苦しくて仕方なかったとのこと。ただ、最初の時には飲んだことで苦しい方が先に立ち、それ以外の不安を考えるどころではなくなり、 ブルペンで投げているのと同じような感覚になって球が走ったのだという。それ以来、眠っていた才能が一気に開花し、1978年8月31日の対ロッテ戦では、史上14人目の完全試合を達成し、同年のリーグ優勝にも大きく貢献。1981年には19勝15敗で、最多勝ちを村田長次と分け合い、 1984年にも21勝9敗、防御率2.93の成績で最多勝ち、最優秀防御率、ベストナインのタイトルを獲得、チームの6年ぶりの優勝に貢献した。リーグ優勝決定時には、同上げ投手として、マウンドに立っていた。日本シリーズの試合前に酒を飲まされたこともあるが、完全試合を達成した試合前には、飲んでいなかったとのこと。 阪急百貨店専務に勧められて、この完全試合を記念して絵皿時計を作り、関係者に配ったが、代金が180万円もかかった。当時の今井の年俸は300万円弱だったので、夫人に大目玉を食らった。親会社が阪急電鉄からオリックスに変わった1989年以降は、中継や抑えも務めた。親分肌で気取りのない優しい性格から後輩に、 天と慕われ、今井を中心とするオリックスのリリー夫人は、殿様リリーズとも呼ばれていた。上田理事が監督を優待した1990年オフ、矢野ミノルとの交換で、福岡大英ホークスに移籍し、この頃から2歳年上の夫人の実家のある佐賀県佐賀市に在住。翌1991年に衣装を上げ、同年限りで現役を引退した。 21年の現役生活においては、タイトルを獲得するなど、先発投手陣の主軸として活躍していたが、同時代のチームメイトに山田久志、佐藤義則らがいたため、一度も開幕投手となったことがなかった。1992年からサンテレビジョン野球解説者、デイリースポーツ野球評論家、福岡県内を拠点としたタレント活動も行っており、 福岡放送の人気番組、ナイトシャッフルのレギュラーを長年務めた。テレビ出演は、自宅のある佐賀県の佐賀テレビと福岡放送が中心になっているが、解説者契約はしておらず、野球中継の出演は少ない。今井雄太郎今井の後、昭和時代に完全試合を達成した NPB の投手はおらず、昭和最後の完全試合投手の称号が与えられている。 今井の後に完全試合を達成したのは1994年の牧原博美だけであり、今井は福岡ドームでの牧原の完全試合に合わせており、牧原の完全試合達成の瞬間を現場で目の当たりにして涙を流した。2001年から開始されたプロ野球マスターズリーグの福岡ドンタクズにも在籍し、当番も経験した。2007年から佐賀駅北口で定食や ゴッドマザー、今井を経営していた。これは、夫人と娘が始めたもので、店名は、家族会議で、ゴッドマザーと決めたが、なぜか看板が、ゴッドマザーとなっている。その夫人も2013年11月に、食道岩で死去した。駅南口では、息子が、串勝今井を切り盛りしている。東急フォームは、お世辞にも流麗と言えるものではなく、 ステップする際も軸足の膝が外を向いていたため、水島真嗣の作品の中では、ガニ股投法と呼ばれている。また、テイクバックが小さい、典型的な担ぎ投げで、一般に担ぎ投げは、投手寿命を短くすると言われていたが、今井は、天聖の下半身と地型の強さで20年以上、活躍し続けた。ストレートは救出こそ重いものの急速は、さほど速くはなかったため、 シンカーとシュートを決め玉としていた。また、両方を組み合わせた、終身も投げていたという。重さのある速球を見せたまにしつつ、変化球で打たせて取る投球が心情だった。相性は、オスちゃん、タケシさんなど。入団から数年間実績を残せなかったことに、現れているように極度の上がり症であり、現在でもそれは変わっていない。ナイトシャッフルのホークス応援コーナーでは、 春季キャンプやシーズン中にチームの練習を尋ねることもあるが、緊張のあまり当時監督の王貞治に近づくことすらできず、毎年共演者の博多花丸らから突っ込まれていた。その人柄からファンだけでなくチームメイトからも愛されていた。ホークス遺跡後、フルスブルーウェーブとの対戦で元同僚のブーマーウェルズに死球をぶつけた際、マウンド上の今井相手に怒りをぶつけることが、 できなかったブーマーが、ホークスベンチにいた投資コーチのゴンドウヒロシに、突進するという陳騒動もあった。九州に長く在住していることもあり、九州弁で喋ることが多い。札幌ドラフト1、九州限定 CM にて、佐賀県民として出演している。現役時代は、佐藤義則と二人で、主戦投手と称されており、酒にまつわるエピソードは、媒居に暇がない。 入団2年目か3年目のキャンプで、共に飲んでいた山田久志から、宿舎の部屋をマッサージのために貸してほしいと言われ、片付けようと間違えて、監督の西本幸雄の部屋に入り、寝ていた西本の布団を履いで、誰や、と怒鳴られた。完全試合を成し遂げた試合はウイスキーを飲んで、試合に臨んでいたと言われるが、本人はこれを否定している。完全試合達成後の次の登板前に、 完全試合して、その後だらふく飲んでる野郎、それを全部出せと練習中ずっとノックをさせられたという。チームメイトとの主席では、山さんの数字はすごいけど、完全試合だけはやったことないでしょうと口にしたという。新潟出身の大酒飲みということで、水島新二の漫画、アブさんでは、同郷で同じく、大酒飲みの主人公、影浦康武の親友として登場していた。 これを読んだ今井の子供は、親父、いつも酔っ払って野球やってるんかと尋ねたという。レギュラー番組のナイトシャッフルでは、九州地区の名所を回ったり、グルメリポートをする際に、訪問した際で美味があまたあることにつけ込み、料理と一緒に種類を飲んで、昼間から真っ赤な顔になることがしょっちゅうある。訪問先の料理店でも今井の主語っぷりを知っているところが多く、 最近では番組中では料理屋の主人や店員たちからビールをお持ちしましょうか。焼酎を飲みになりますかと問いかけられ、今井が笑顔で癒すんませんと返事して嬉しそうな顔で飲むのが定番になりつつある。大抵の場合、店から出てきたら同番組 MC の山本花代から今井さんピルマッカラ何しとと、と突っ込まれるのがオチになっている。たばらいてた ありがとうございます。